ちは、柏澄千代です。今日は5月27日。朝からすごい雨だったんですけれども、今はカラッと晴れて、もうびっくりするほどお天気が良くなってます。もう5月も終わりなんですね。今日は、今年初めて、ろうを着てみました。お弟子さんからいただいたんですけれども、お坊さんの衣のような感じですね。それに、ちょっと派手な帯を。これ半羽帯なんですけれども。こんな感じ。やってみました。ちょっとこう、小さめの置物だったんですけれども、おはしょりが出ないような場合は、腰紐を少し下に下げてやると、おはしょりが出るようになります。ワンポイントアドバイスでした。では、今日も元気に三味線を弾いていきましょう。今日は、煮上がり甚句を聴いてください。この歌は、踊りにもなる、とっても楽しい歌です。Thank you.